今日はですね、これです。これ現地で新聞館、これですね。海外でスマホを使うときはいろんなやり方があるんですけども、僕は大概現地で SIM を買ってます。まあまあ日本からね、Wi-Fi を持って行ったりとか、あとはね、海外ローミングとかもありますし、まあいろんなやり方ね、最近は本当いろいろあって、まあ僕は大体現地で SIM を買います。まあなんつっても現地 SIM、まあ、安いです。日本から準備していくより安いっていうのが一番の理由で、まず、着きまして空港ね、現地着いたら、空港で大概売ってるんですけども、空港はもう本当に旅行者向けなので高いんで、で大概空港ではもうフリー Wi-Fi 使えるので、それを使って、やってます。でそこでまあ行き先フリー Wi-Fi で、段取りしといて、で、街中に行って、街中の、新聞売り場で、まあ、いろいろ聞いて買います。まあ、僕が選ぶポイントは、まあ、現地の電話番号があって、でなおかつ、まあ、データ量が多いので一番安いやつ聞いて買います。まあまあそういう日本みたいに、なんていうかな、そんな違いがないというか、どこやから早いとかそんなあんまりなくてですね。でまあまあそういうところで選んで買って、そんな感じですね。まあまあどこも本当に圧倒的に安いっていうのが、現地で SIM を買う、あれかな。でまあ海外の旅行者 SIM じゃなくて現地人と同じような SIM を買っとけば、結構有効期限も長かったりするので、次行った時その SIM が使えたり、まあ同じ電話番号使えたりとか。で、最近は本当にアプリがあるので、アプリで登録しといたら、日本からもなんかこう、LINE Pay とか、クレジットカードで払えれば、ずっとその電話番号をキープできたりとかするので、とっても便利です。はい。皆さん、そんなに現地 SIM 買うの難しくないので、試してみてはどうでしょうか。